次に梅村彩子君。日本共産党の梅村彩子です。今日は性暴力被害者支援について質問いたします。まず高市大臣に伺います。性暴力被害が大きな社会問題となっており、第4次男女共同参画基本計画では民間主導で進められてきた性犯罪性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを行政も関与して2020年までに各都道府県に最低1箇所設置とし、今年度から交付金1億6000万円の性犯罪性暴力被害者支援交付金が予算化され、いよいよ被害実態にふさわしい地方公共団体での取り組み強化が本格的に求められる時になりました。またいわゆるアダルトビデオ出演強要や JK ビジネスなどをめぐって性的搾取が広がり、 SNS や Twitter、 インターネットなどを通じた被害がありながら、実態はほとんど把握されておらず、被害者の受ける深刻な打撃は計り知れません。3月には関係府省庁対策会議が設置をされ、総務省も参加をし、この4月の被害防止月間を受け、5月中旬をめどに今後の取り組み方針が策定される計画だと聞いております。このように性暴力被害の支援については、内閣府、厚労省、法務省などとともに、総務省の役割も大きいものがあると考えますが、まず大臣の性暴力被害へのご認識と、総務省の検討事項を伺いたいと思います。高市総務大臣。性的な暴力の問題というのも極めて深刻な状況であると認識をしております。性暴力被害者への救済につきましても、これは重要な課題だと考えております。で、今委員もお触れいただきましたが、女性がいわゆるアダルトビデオへの出演を強要される問題も発生していますし、総務省としてはまずインターネット上にその出演画像ですとか、また性暴力被害を受けた際の映像などが流通したというようなときに、ネット上の被害の対策として、利用者からのご相談を受け付けて、具体的な削除要請の方法などについて、助言を行う違法有害情報相談センターというものを運営しております。で、この違法有害情報相談センターに寄せられる相談事項につきましては、適宜関係省庁に提供し、共有を図っております。で、関係省庁の取り組み内容についても必要に応じまして通信事業者に、周知を行っております。今内閣府が各省庁の相談窓口一覧をホームページに、掲載していただいておりますので、できるだけ各省連携してこの悲惨な被害が特に二次的な被害も含めてですね、減少していくように力を入れてまいりたいと存じます。梅村君。インターネットなどのでの、被害も広がっていますので、この問題についてはまた次に質問もしていきたいと思いますが、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと思います。で、今日は特に前半で少し聞きました、ワンストップセンターの方について主にはお伺いしていきたいというふうに思います。改めてワンストップセンターとはどういうものなのか、内閣府の答弁を求めたいと思います。内閣府大塚大臣官房審議官。お答えをいたします。この性犯罪や性暴力、これは性別を問わず、人権を著しく踏みにじる、決して許されない行為でございまして、この加害者に対する厳正な対処とともに、やはりその性犯罪性暴力の被害者への支援が極めて重要でございます。その上で、この議員ご指摘のワンストップ支援センターでございますが、これは被害を受けられた方のその心身のご負担を少しでも軽減するために、その被害の直後から相談を受けて、医療的な支援あるいは心理的支援などを含めて、そうした一連の支援を可能な限り一箇所で提供するということを意味する施設でございます。梅村君。それぞれ被害者が病院に行き、相談所に行き、警察などに行き、それぞれ足を運んで、そのために被害について述べるということは、二次被害、三次被害ともなる危険もあるわけですから、今おっしゃったように、速やかに一箇所で
なるべく早く対応していくということで、ワンストップセンターということが、本当にこの被害の救済では必要だというふうに思います。そこでワンストップセンターの重要性をさらに認識するためにですね、現在の性犯罪、性暴力被害の実態を簡潔にお答えいただきたいと思います。大塚審議官。お答えいたします。私ども男女間における暴力に関する調査というものをやっとした人ございますが、直近の26年調査の結果を見ますと、例えば、20歳以上の女性これ1811人に、例えばこれまでに異性から無理やりに性交されることがあるかと問うたところ、そうした被害経験ありと答えた女性が、6.5%、約117人でございました。でその 6.5% の方々に対しまして、そのことを誰かに打ち明けたり相談したかというふうにお尋ねしたところ、そのうちの 67.5%、 3分の2を超える方々が相談しなかったと答えている、そういう状況が例えば伺えるところでございます。上村君。はい、今ご答弁がありました資料については、資料1であります。それで実数としては117人ということですけれども、調査対象が1811人ですから、これ人口に換算すると実に 6.5% であれば、人口でいうと350万人あたりがですね、その合意もないのに無理やり成功させられた経験を持つという調査結果になろうかと思いますので、この数字は非常に重大だというふうに思います。で特に強姦や強制わいせつは魂の殺人と言われていると思いますけれども、今ご紹介がありましたけれども、ちょっとなかった部分ですけれども、年齢的にいつごろそういう無理やりに性交させられたのかということが、今資料の1の下の方にありますけれども、小学生以下が 11.1%、 中学生の時 2.6%、そして中学卒業から19歳までが 23.1% ということで、性暴力被害の、無理やり性交させられたといううちの4割が10代以下というふうになっていることは、非常に重大だというふうに思うわけですね。でどこにも相談できずに苦しんでいらっしゃる方が、今ご紹介ありましたように 67.5% ですから、大人であれば自分たちでいろんなことができるかもしれない、それでもできないんですけども、とりわけ未成年がこんなに4割近くいるもとで、相談しなかったが 67.5% ですから、若者、女性、子どもがですね、性暴力被害でたくさん苦しんでいるという実態を深刻に捉えなければいけないというふうに思います。で私、日本で初めてのワンストップセンター、大阪松原市の阪南中央病院の性暴力救済センターの大阪幸子にも行ってまいりましたけれども、幸子では7年間の電話件数が総数で 28,573件、うち延べ来所が 5,188 件で、2016年度は1日に2人から3人が来所をしている。来所するというのはとっても勇気のいることだと思うんですけれども、実際に来ている方が1日ペースで 2,3 人もいらっしゃる。で初心カルテを作った人はこの7年間で1486人いると。でその被害の内容を見てみると、レイプ、強制わいせつ、性的虐待、 DV でうち912人、 61.3% が幸子では未成年になり、9歳以下、そして10歳から14歳も合計100名を超えていると。でこうした中で妊娠の事態も起こっているわけですよね。で児童相談所や学校や警察から連れてこられる。で実は被害を受けられる相手が実の父だったり、義理の父だったり、兄弟や親戚だったり、そういう事態もあって、誰にも言えずに苦しみ続けているそういう若者だとか女性や子どもたちがいるということは非常に深刻だというふうに思います。そして、妊娠や出産、また中絶の事態もあるわけです。でその望まない妊娠の背景に、やっぱり望まない性交がある、すなわちこれが性暴力だというふうに思います。で日本政府は何度も国連の人権委員会から性犯罪規定が
国際的な人権水準からは立ち遅れているという勧告を受けていると思います。そして北京女性会議において言われた性的人権の確立が本当に今こういう現状の下では大事になっており、だからこそワンストップセンターがですね、全国で早急に急がれているというふうに思うわけです。でそれで現在の設置数または形態別について簡潔にご紹介いただきたいと思います。大塚審議官。お答えいたします。ワンストップ支援センターにつきましては、今年平成29年4月1日現在で38都道府県に39施設設置をされております。その主なその形態の内訳を申しますと、いわゆる病院を拠点とするタイプ、それから、相談センターを拠点とする形、そして相談センターと他機関との連携型と大きく3つございまして、病院拠点型が9施設、それから相談センター拠点型が1施設、相談センター連携型が28施設で、ちょっとこれ、いずれにも属さないものがその他ということで、1施設というふうに把握をしております。はい、ありがとうございます。梅村君。ありがとうございます。その実態が資料の3に あるというふうに思います。それでこの間ですね、内閣府が2014年から性犯罪被害者等のための総合支援に関する実証的調査研究を立ち上げられ、この間毎年予算もつけられてまいりました。そして今年度から初めて性犯罪性暴力被害者支援交付金が開始をされ、今のご答弁にはなかったんですけれども、こういう交付金に後押しをされて、ほぼすべての県でいろんな努力が始まってきているということは聞いているところです。その皆さんのご努力に感謝を申し上げたいというふうに思います。でこれはもう長年被害者や民間支援団体の皆さんが一生懸命取り組んでこられた結果でもあるというふうに思うわけですね。で貴重な一歩を今踏み出そうとしております。しかし同時にですね、被害実態にふさわしい本格的な地方公共団体の取り組みとしては、私は大きな課題があるというふうに思います。その一つが今ご紹介いただいた形態の問題なんですけれども、やはりそもそもワンストップセンターというのはなるべく早く、その不合意な性交によって妊娠の可能性がある場合なんかは72時間以内に病院に行って処置をすれば 100% ではないですけど、その妊娠が防げるというような処置もあるわけですから、やはり病院に速やかに行って心身ともの このケアと、そして警察との連携だとか相談体制が必要だと思うわけです。そういうことで現場からはなるべくやっぱり病院拠点型、病院を中心とした取り組みにすべきだという強い要望が上がっているんですけど、先ほど のご答弁では病院型は9で、そういうところと連携した相談センターが1で、そうではないところが28ということなので、私はやっぱり本来のワンストップセンターの役割からすれば、病院拠点型、大変これは医療機関との協力だとかお医者さんの協力が必要なので大変な努力が必要だと思いますけども、しかし若い人たちがこれだけ被害に遭っているわけですから、そういう努力を強めていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。大塚審議官。お答えいたします。いわゆるその病院拠点型が少ない理由でございますが、必ずしもその個々の県の詳細な状況を把握しているわけではございませんが、やはり主な要因としては、やはり拠点となる病院が不足している、あるいは医療関係者、支援者などの人材が不足しているといったことなどが考えられようかと思います。ただ一方で、その拠点としての役割、機能を担うのは難しいという場合でありましても、例えば先ほど その連携型の中で、例えばその協力病院、あるいはその定点病院といった形で、その一定の医療的支援の役割を担うことはできるといったようなケースもあろうかと思いますので、そのあたり、おそらく地域によっても状況さまざまだと考えられます。先ほどご紹介いただきました、新たなその交付金、これもできるだけ各都道府県の実態ニーズに合わせた形で、応えられるように、こうした交付金も効果的に活用して、できるだけそういった地域の要望にきめ細かく応えてまいりたいと考えております。梅村君。先ほどご紹介した大阪の幸子は立ち上げに数千万円、
で24時間365日ホットラインと相談体制の維持に年間3000万円の運営費を要しているというふうに あります。で今回交付金がスタートしたことは非常に重要で後押しになっていることは間違いありません。しかし今後これが続いていくのかとか、まあ、1回限りではないかとか恒常的に使えるのかとかそういうお声もあるんですけども今後その需要性からして今後継続的に引き継がれていくとさらに需要性からは前進させていくという方向でいいのかどうか確認したいと思います。大塚審議官。お答えいたします。この交付金今年度新たにお認めいただきました。まずはとにかくこの交付金を活用していただきましてそれぞれの都道府県においてまずはその支援の充実まずはセンター未設置のところは早期に設置をしその上で安定的な運営を図っていただくということは何よりも大事だと思っております。まずはこの交付金を活用していただき我々もその活用状況をよく把握しながら今後のあり方につきましても引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。梅村君。これだけ被害が大きいわけですからぜひ実態もつかみながらさらに前進させていく方向でお力添えをいただきたいというふうに思います。それで地方自治体の財政負担もこれで生まれてくると思うんですが知財の措置の方についても確認させていただきたいと思います。黒田局長。ご指摘の性犯罪、性暴力被害者支援交付金にかかる事業の地方負担につきましては、普通交付税措置を講じることとしております。具体的には、この交付金の地方負担分も含めました男女共同参画推進費につきまして、都道府県分の包括算定経費の単位費用の中に参入しまして、人口に応じて算定することとしております。梅村君。地方自治体が性暴力被害者支援に思い切って取り組めるように、今後も知財措置、努力をしていっていただきたいというふうに思います。で最後に内閣府に伺いたいと思います。やはり一件に一つではまだまだ足りないということは明らかだと思います。で国連は人口20万人一箇所の水準をすでに示しているわけです。大変日本は遅れています。まあ、取り組みが始まったばかりだという現在の到達はあると思いますがやはり国連の水準に目指して今後推進していくおつもりかどうかということを最後にご答弁いただきたいと思います。大塚審議官。私どもといたしましては、まあ、今回この見てみた交付金これをまずとにかく積極的にご活用いただきまして、まずは全都道府県にワンストップ支援センターを早期設置する、まあ、この目標に基づきまして引き続きこの支援の充実に努めてまいりたいと考えております。まあ、一部のところはかなりその連携のネットワークを張り巡らして広域的な対応もやっているところもあるようでございますがそうしたことも含めてできるだけ地域の実態に沿えるような支援を引き続き考えてまいりたいと思っております。梅村君。はい、ぜひそういう方向で全力を尽くしていただきたいというふうに思います。そしてこのワンストップセンターの問題で言いますと所管省庁が官庁がない、法的根拠がない、これがやはり一番大問題だと思うんですね。で野党は昨年5月に性暴力被害者支援法案を共同で提出し、現在継続審議中です。ぜひとも早期に法整備を行い、国連の求める水準に近づけるようにしていくべきだというふうに思います。これまで支援は民間支援団体やボランティアに支えられてきましたけれども、本来、国と地方公共団体が責任を持って進めることだというふうに思います。しっかりとこの点に立って行っていただくことを強く求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。